never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. こんにちは、ハイビ動画第2回です。はい、第2回始まりました。始まりました。はい、ハイビ編集部柿沼と土方です。今回もオーディオ評論家のオーディオビジュアル評論家ですからね、はい、土方さんにお会いいただいてですね、このパナソニックの HX1500 のレビューをしていこうという、連載といいますか、はい、連続動画の第2回で、今回はこれを使って、実際に映像を撮ってきましたと。なので実写の映像をちょっと交えながらですね、ここで実際にこのスクリーンにも映しながら、見ていきたいなと思います、ね。成田空港行っちゃいましたね。はい。成田空港は土方さんが月に1回通われているそうなので、はい、買って知ったる場所ということで、はい、飛行機だったら動きもありますし、はい、これだから相当ズームが効くわけですから。そうですね、最大だから600、はい、ですから、これ1台でかなり飛行機によって撮れるんじゃないかということで成田空港に行ってきましたというところです。はい、じゃあ実際早速見ながらレビューしていきたいかと思います。じゃあカッキーさん、はい、僕考えた始まりの挨拶やっていいですか？前回言ってましたからね、考えてくる。はい。お願いします。はい。1、2、3、はい、B。え？ちょっと待って、もうすごい考えてますけど。いや、いいと思いますよ。本当ですか？はい、もうこれでいきましょう。はい。はい、お願いします。はい、というわけで、じゃあ早速再生しています。これだから、はい、本体から直出しで HDMI 系なんで、はい、こう、飛んでますね。まずこれ、最初の撮影スポットはですね、カッキーさん迎え行った後だから午後2時ぐらい。そうですね。2時過ぎぐらいの高原で。もうデイライトで、明るい環境で撮ろうということで。はい、天気も良かったですか、ね、はい。これ、有名な撮影スポットの桜の山公園というところから離陸を映してますね。さすがにこの急角度で上がっていく、本当に、なんていうんですか、撮影スポットなんですよね。はい。スチールカメラのね、人が結構いましたね。いましたよね。なんで我々はこれ、もう上に上がりすぎると、高度が上がりすぎると、三脚で追えなくなるっていう。今日は僕のスチール用の三脚持ってきたんですけど、やっぱりスチール用だと、ちょっとカクカクする、そうですね、角度が厳しい。どうしても揺れたりするところが多いんですけど。でも、この引いたところとか、ホワイトバランスなんかも、結構見た目のそのまんまうまく出てますよね。そうですね、はい、もう変なこう違和感がないという、はい、見たまんまをしっかり記録してくれてるっていう印象が。空港の周りに生えてる草なんかもやっぱ冬らしい感じで、うん、でもこの辺りの色の海中の出方とか目で見た感じって近くありません？そうですね、はい、これってだからなんかパナソニック製品に感じる共通の特徴かもしれないですよね。あ、テレビとかでもそうなんですけど、割と色付けが少ないというか、うん、それがいいか悪いかは皆さんの心次第ってところはあると思うんですよね。もっとこう演出性が欲しいっていう人は多いと思うので。でも通常であるとここになんかいろいろあれですよね、調整色味とか変えて、うん、作品作るときは。あ、そうですよね、はい、あとでどうにでもできるっていうのはね、はい、そうなんですよ。でもこの大韓航空の色の青みの感じとかは ねどうにか追ってった。あ、もう一回入ってる、はい、これあれですよ、だから確か手持ちで撮ったのかもしれないですね。ここは600ミリだとさすがに若干ブレるというか、僕もまだちょっと慣れてないんで、はい。ズームここまでしたところだと厳しいのはありますけど、はい。これやっぱりレンズいいと思うんですよ。うん。一体型なんでね、その限界はあると思うんですけど、はい。なんか 4K で見てるなって感じが、この視聴室でもしますね。これ大体100インチぐらいですか？そうですね。今回言い忘れました。だから、このスクリーン自体が、シネスコの123インチっていう、めちゃくちゃ特殊なサイジングなんですけど、はい、それを16対9で映してるんで、大体100インチぐらいかなっていう。はい、あ、というか、カッキーさん、もうこれ、あれですね。第2撮影場所の。次のところ。はい、はい、次に撮影したの、ここも有名なスポットで、ちょうど反対側になるんですけど、うん、飛行機の丘ですね。あ、ここも。はい。カメラを持ってる人結構いましたもんね。撮影していいですかって聞いちゃいましたもん、ね。ああ、どこがいいですかって聞くと教えてくれる皆さんっていう。丘の上がいいよって言ってくれました、ね。結構優しいんですよね。はい。まあ、なんか同志ですから、撮影して。あいつらも撮りに来たなっていう。そうそう。でも今これ多分ね、望遠のマックスで600なんですけど、うん、実際かなり遠いんですよ。そうですね。これ、見てるから、ね、これ、あれだ、まだあれじゃない？
飛行機の丘じゃない、これ。あ、これ違います。着陸を取ったの。ああ、なるほど。じゃあ、これはさっきの、はい。何でしたっけ。これ600ミリで逆に着陸のシーンを撮ったんですよ。さっきと同じ場所ですね。そう、だから大きいから今、近くに見えちゃって。おー。本当に肉眼でこのかげろうの感じとか、さすがにあの現場では分かんなかったんで、はい、あのこれが本当なんだろうなって感じしますね。で僕もよくスチールカメラだと飛行機撮ってるんですけど、スチールで600ってもう結構かなりのもんなんですよ。まあかなりこうなりますね。そうそう、で普通に買うとそれだけで数十万ぐらい、もうレンズかなり高いんで、それもともと600でついてるっていうのはちょっと美味しいかな。そうです、はい、これターミナルをその多分多分400から500ぐらいで撮ってると思うんですけど、うん、あ、こう、そこのやっぱ飛行機の、このね、すごい精細感とか出てますよね。これビデオ撮り系のってソフトでもあるじゃないですか。はい。やっぱりこれあの 60p で撮ってるんで、滑らかですよね。そうなんですよね。動きが滑らかだし、で、あとその、放送系にあるようなインターレースでもないんで、はい、そのインターレースの独自のギザギザもないから、見てて結構気持ちいいですよね。うん、びっくりするぐらい滑らかですよね。うん、かつ 60p っていうのは魅力があるなっていうのは思いますよね。これ見てると本当滑らかですよね。カクカク全然してないし、でもこれはやっぱプロジェクターの性能の良さも出てるんですよね。そりゃそうです、ね、そうですよ、ね、これなんかちなみに本当に、プロジェクターも一応モードがあるんですけど、はい、まあ僕も普通のナチュラルかな、はい、モードにしているという状態です、ね、はい、ここが第二撮影スポットとなった飛行機の丘ですね、はい、こっちの方が格納庫とか近いですよね、うん、なんかより距離が近い場所でしたよね。細かいですね。ここのフェンスの細い有刺鉄線とか見えてる。ね、本当に。まあこれもだからそこそこズームは効いてるとは思うんですけど。はい。まあなんかさすがの解像力というかね、はい、こう人が動いてるのがよくわかるというか。ここの格納庫の黒い部分のあのちょっと黒いところも黒つぶれしないでしっかり出てるのが素晴らしいですね。結構このなんというか映像的には。全部見せる方向なのかなという、なんか不要に沈んだりはしないというか、あ、でも今これ滑走中の飛行機動いてるじゃないですか、はいはい、びっくりするぐらい滑らかですね。いやいいですよね、見た目より滑らか。確かにね。これに違和感も感じる人はいるのかもしれないですけどね。これ60p ならではですか。うん、これはそうですよね。やっぱりこの 60p という動き物はもう圧倒的に強いですね。そうですね。やっぱりこういうのをなんかこうね、今回 YouTube で見てもらうっていうためにアップしてるんですけど、はい、今までのそのディスクなんかの企画になかったりしたわけで、はい、4K 60p がドカンと入るような器が、まあ、今はね UHD ブルーレイあるんで入れれば入りますけど、こういうのが手軽に見られて撮れて見られるっていうのはすごいですよね。あと今まあこれ離陸中の飛行機ですけど、例えば後ろのこのフェデックスとか、うん、アナの色も実際に目で見た色味にかなり近いですね。誇張がない。そうですね、はい、確かに。とにかく自然でいいですね。曇り空の感じもね。やっぱりこれ、大きな画面でまず映すっていいですね。その場に現場感を思い出します。そうですね、まあね、ほんと細かいこと言い出すといろいろこうやって空になってくると、はい、こう空のね、やっぱり海潮の描き出しの厳しさとか、こうノイズの感じのなんかこう、ジラジラとした。これはスクリーンと相まって。はい、割とあるはあるんですけど、でも例えばこのエンジンからわずかに出てる、はい、黒煙、うんうんうん、なんかもうここ本当にわずかですけどちゃんと映してるし、いや本当ですか、かなりリアリティ高いと思いますよ。いや、どうなんだ、ね、今回、まあ、曇りでしたからね、はい、これは曇り薄曇り、うん、いやなんかねこれ僕初めて撮影来ましたけど、まあこう行きたくなる気持ちはちょっと分かりましたよね。楽しくありませんでした。撮りに行きたくなる人たちがいるっていうのが、ね、分かりますよ。これ、ね、何回も行くと、はい、今度珍しい飛行機がやっぱり、はい、あ、機体がって言い出すわけ。そう、珍しい機体はね撮りたくなるんですよ。これ何でしたっけ、あのエンジンが4発ついてると違うとか現場でちょっとやっぱ大きいですよこれ。説明してくれました、ね。あ、これ日本カーゴでね、はい、ジャンボジェットベースじゃないですか。そのあれですよね。だから自節柄カーゴ系のね飛行機が多かった。フォーカス外さないですね。あ、
ああ、そうですよね。だから、これ、オートフォーカスで基本的には追ってる、ね。はい、今回、オートフォーカスに、最初はマニュアルでやってみようと思ったんですけど、オートフォーカスの追従性が予想以上に良くて、そのまま追従できちゃったんで、今回、オートで大丈夫でした。ああ、はい、素晴らしい。これ、嬉しかったですね。フィルターも適宜変えながらなんていう感じでやってましたね。あ、そうですね。例えば、ちょっと露出厳しくなる、明るすぎたり、すると ND 使えてちゃんと警告も出るから、はい、そうですね、はい、そしたらまあカチャッとこう、はい、レンズのところその場でその場で ND スイッチで切り替えられるから、これ例えば一眼レフだと、はい、カシャカシャね、フィルター回さなきゃいけないんでそこは全然強いですね。広角 25mm から望遠600がどれだけ倍率いけるかっていう、まあ、ちょっとテストしてみたら、ここまでいけちゃいますからね。いや、すごいですね。え、そんな寄れるのっていう。はい。いや、さすがにもう肉眼じゃこんなの絶対見えないですからね。はい。これ、航空機博物館から見た、別の場所に行って見たところなんですけど、はい、日没10分ぐらい前だと思うんですよ。うん。まあ、かなり夕暮れ、本当に、日没間近の時間なんで。はい。結構綺麗に焼けてくれたと思うんですけど、うん、それが見た目の色味とほぼ一緒の色味のまま帰国されてるのは僕すごい嬉しかったですね、うん、こうやって見るとかなりね、はい、接近してるんでノイズなんかもあそれなりに確かに出てるなっていう感じがよくわかるんですけど、でも本当に確かにこう空の感じとか色がね自然なんですよね結構。ここ最後の撮影スポットとなった、はい、第1ターミナル5階にある展望台から夜景を撮ってます、うん、まあ、夜景というか夜の闇ですねほとんど。はい、これ実際に見た目もこのくらいの感じで、うん、かなり真っ暗だったんで、さすがにここまで来るとフォーカスも効かないんで、うん、マニュアルフォーカスに切り替えて撮ってますよね、はい、まあさすがに厳しかったですね。もちろんこれはね最先端のカメラで、例えばフルサイズセンサーで ISO 上げても大丈夫みたいなやつもあると思うんですけど、はい、まあこのカメラでこの夜の闇に何もなしに行くというのはさすがに厳しかったなという感じがいたしますが、でもまあまあ撮れてるって。あ、そうですね。もちろん感度が今マックスになってるけど、うん、で 60p で撮ってるから、あ、そうです、ね、はい、かなり感度上がってると思うんですけど、でもまあこのくらいの感じで撮れますし、撮って撮れないことはないって感じですね。はい、はい、でも結構いい感じで撮れてると思いますけどね。ここまで寄るとなんか沈んじゃうとこは全部沈んじゃったんで、はい、ノイズ感も気にならなくなりましたね。あ、確かにそうです、はい、いかがでしたでしょうか。はい、皆さんにも見ていただきましたね、これで、はい、とにかく中立思考でしたね。はい、なんか見たまんまにちゃんと撮れてるっていう感じがすごくしましたね。はい、色の出方とか、うん、あとやっぱり 4K だから当然精細感あるし、そうですね、あとやっぱり動き物なんで 60p 良くありませんでした、うん、いや、せっかくねわざわざ行って良かったですね、うん、結構成田空港遠かったんですけどすいません、わざわざ行った甲斐があったらって感じが、はい、60p を取りに行った甲斐があったらっていう感じにしました。あと何点かいいところがあったと思うんですけど、うん、やっぱりでも空港の今回の撮影の場合はこの 25mm から、うん、めちゃくちゃズーム効くじゃないですか、最大600で、はい、はい、これのズームのアドバンテージを如実に感じましたね、うん、これ本当にこれだけ持っていって OK っていうコンセプトだと思うんで、はい、我々記者みたいな動きをよくするわけですよ、編集部員なんで、はい、まあ、スチルカメラ持って、うん、発表会に行って撮ってとか、はい、そういう時にやっぱりこう汎用のズームレンズとかを1個だけ入れていくとか、ね、はい、まあ、それに近い感覚で使えるっていう、うん、すごく利便性の高さがあるなと思いました。だって実際のところこれ以外に持ってったやつって予備バッテリー、あ、そうですね、念のため持ってきましたね。それはほぼ使わなかったですね、まあ、基本的にいらないですね、はい、全然残ってました、はい、あれかなりの時間取ってましたけど、うん、電池の持ちもいいし、まあ、あと3脚ぐらいしか持ってくるのもなかったです、ね、そうですね、だから昼過ぎに行って、はい、まあ今みたいに日没後、はい、あれ何時ぐらいだったんですかね、7時か8時ぐらいまで、はい、撮影とまあ中止を繰り返してましたけど、はい、基本的にはバッテリー的に何の心配もいらないかと。とにかくその機動性の高さっていうのは大きなアドバンテージですね、うん、そうですね、まあ、まさになんかディレクター向けって言ってることが、まあ、使ってみると本当によく分かるなっていう感じが、難しい設定も特にないですからね。
そうですね、はい、部分でかなりオートでしたし、うん、フォーカスの追従性、動き物に対するフォーカスの追従性は正直予想以上だったんで、あ、はい、そこはすごい嬉しかったです、はい、今回でいうとだからズームが結構多かったんで手ぶれは厳しめに映った感じもなくはなかったと思うんですけど、あ、そうですね、補正さすがに600ミリなんで、はいはい、強力な手ぶれ補正機能はついてるけど、うん、まあ、ビデオ用三脚が、まあ、今回はそうですね、はい、まあそこをだからもしそこを期待してる人がいるとしたら、まあそれはちょっとね、うん、物理法則を無視したレベルの補正が必要な感じですもん、はい、まあさすがに5600では、まあ、手ぶれ補正が効きないところはあるんですけど、ただ普段そのビデオ動画撮影してない僕が使っていきなり、うん、まあ、あのくらいの映像は撮ることができるんで、そうですね、はい、すごい安定してると思います、はい、見ててなんか今日はワクワクしましたね、こうここでこんなに見られるんだっていう感じが、やっぱり実物を見てるじゃないですか、うん、あの日に、だからそれ頭に焼き付いてるあの映像に対してどれだけ忠実に出せるかなっていう、そこすごい気になったんですけど、僕が予想以上に良かったです、うん、またねこれでここで見て、はい、例えばディスプレイのテストとか我々するわけですから、はい、まあ、冒頭に土方さんおっしゃったみたいにこの映像の素材を残しておいて、はい、この映像がどういうふうに再生されるかっていうディスプレイの、まあ、テストみたいなのね、はい、あの個人的には使えると思いましたし、はい、すごくいい楽しい趣味の一つだよなっていうのを改めて思いましたね、はい、ひとまずじゃ今回はここまでということで、はい、またはい、ありがとうございます。じゃあ締め挨拶かっけーさんに、もそのやっぱり対になってるのが美しいんじゃないですか、さんなんかその撮ってますよね、あのそう かかり結びでそのさっきのダサダサなあの、いやすごかったですよ、そのもう昭和のテレビを彷彿とさせる俺ダサいっつうことですか、いやそんなことないですよ、そのね、うちのハイビーでもやっぱこう、はい、言ってるんですけど 80s リバイバルあるじゃん、大きますと古いっていう、はい、あの先入観がダサいとつながりがちなんですけど、ノルニアに見ると実は良かったねっていうことが世の中にはたくさんあって、それが若者に受けてるんですよ、本当ですか、ね、そうなんですよ、あそのサンハイとサンハイビーをなえー、みたいな、そういうその皮がな気づきがありましたよ、さっきまずちょっと最後どうやって締めていいかわかんないですね、最後なんかあるんじゃないですか、ハイビー動画、はい、終わりにさせていただきたいと思います、はい、終わり本当に痛かったよ